ではこちらの文献について、稲岡が紹介します。まあ、文献の情報については、まあ、こちらで、まあ、2019の、まあ、論文で、まあ、アーカイブの URL が下に貼っておいてます。まず最初に概要です。まあ、この研究は、まあ、変異化の研究なんですけど、まあ、その変異化だなんですけど、こう特に変異化に対し関して言うと、その変異化でセクティセク使うことに関して言うと、こう原文からこうコピーしがちになるっていう問題があります。まあ、そもそも変異化でこう一番、まあ、多いソースなんですけど、そのコピーっていうか、その入力をそのまま持ってくるのが一番多いソースなんですけども、まあ、それに影響してこうセクティセクの学習でもこうコピーがこうしがちになるっていうことがあります。で、まあ、こう原文っていうのは、変異化前のその原文っていうのはこう長い文でこう複雑な文なんですけど、まあ、それをコピーしてくるんで、こう出力もこう結果的にこう長く複雑になってしまうっていうような問題があります。で、まあ、この問題に対してこの論文では、その下の単語の複雑さっていうのをこう損失関数に組み込んでやって、こうそうですね、その出力する単語のその純粋なそのリファレンスに出てくる単語をそのままこう出そうってじゃなくて、その損失関数でこうそういうのをこう調整するっていうようなことを行っていて、まあ、もう一つがその推論するときに、そのまあビームサーチとかを行うんですけど、まあ、その高いのを1個持ってくるだけじゃなくて、こう複数生成してリランキングした上でこう持ってくるっていうようなことを行います。で、次にこうテキスト変異化について説明します。まあ、そのテキスト変異化っていうのは、その、まあ、入力のその意味を保持して、複雑さを、まあ、軽減するっていう、その情報にアクセスできるようにする、その、変異化前の文だとこうその情報をこう理解できる人が少ない、少ないというか、まあ、その理解できない人がいて、まあ、そういうテキスト変異化することでこうその情報にアクセスできる人が増えるというような考えですね。それを目的として行っているタスクです。で、まあ、その他にもこう、まあ、支援言語処理管理の他のタスクの、その毎年に用いてこう、まあ、性能が向上するというような報告もあります。まあ、例えばこう構文解析とか機械翻訳で、まあ、その前処理として変異化をしてやることでこう性能が上がるみたいないう報告もあります。で、そのテキスト変異化において、そのシーケンス、まあ、変異化っていうのも、まあ、同じ言語間での、まあ、機械翻訳っていうふうに見なせます。なんで、まあ、こう同じように、こう機械翻訳と同じようにこうセクティセクモデルっていうのが利用できます。で、まあ、翻訳と違って、まあ、変異化っていうのは、まあ、こうその原文、入力の文と出力の文が結構こう近いことがあります。まあ、こう実際に、まあ、そのあれですね、その、ソースとリファレンスの見た時もこうコピーされている単語とかっていうのがこう多いような傾向があります。で、その結果、そのセクティセクモデルもそのコピーをこう積極的に学習していって、まあ、そうまあ、いわゆる正解よりもこう長い文が出てくるっていうようなことが多いです。で、まあ、そこにそういう問題に対する、まあ、この論文の貢献っていうのがこちらで、まあ、まずその内容語の複雑さっていうのを考慮して、まあ、損失関数っていうのをこう計算するっていうのの提案を行っています。またその出力からその流暢性、意味保持性、平易さっていうようなものを高めるリランキングの手法を提案しています。で、まあ、その多様な出力をまずその得るために、その出力される候補からこう類似度の高い候補を削除していって、こうバラバラな、その、まあ、よりその意味がこう
けども、まあ、その一番上がこう、まあ、複雑、まあ、難解な文ですね。でこう、まあ、従来の、セクツーセックだと、まあ、こういう、まあまあ、部分部分こう書き換えはあるんですけども、こう大体コピーが行われていて、こう長さがこう長い文が出てくるっていうような問題がある中、こう今後のこの論文でのこう提案モデルだと、こういう、まあ、コピーとかじゃなくて、こうちゃんとこう短くこう書き換えることができるっていうような風にこう述べられていました。で、まあ、実際にその、まあ、あの著者が提案しているモデルについて説明していくんですけども、まあ、こう大きく分けてこう3つあって、まあ、1個目がその、まあ、先ほども説明したんですけども、こうロスあの損失関数にこう単語の複雑さっていうのをこう最初にその1番目のもう一つ説明します。とその損失関数にその単語の複雑さっていうのをこう組み込んでやるっていうのが、まあ、提案であるんですけど、まあ、そもそもじゃあその単語の複雑さっていうのはどう測っていけばいいのかっていうのがまあ問題になります。でここだとその、まあ、従来の手法でも、まあ、あるんですけども、その単語の長さだったり音節数だったり頻度、その単語がその一般的なコーパスでどれだけ出現するかっていう頻度っていうのを用いて、まあ、その線形回帰モデルっていうのを訓練させます。あでその従来想像とはこの3つなんですけど、まあ、今回はその単それにプラスアルファこう単語埋め込みをもまあプラスして学習させます。でまあその分かるようになるっていう風になります。でそのただその学習させるためには もちろん正解も必要になっています。でその正解をじゃあどうやって用意するかっていうのがこう下にどうやって正解をこう持ってくるかっていうのがこちらで、その英語のそうですね、あのニュースラコーパスっていうそのニュース記事をこう5段階の閉鎖でこう書いたコーパスがあるんですけども、まあ、そちらを使います。まあ、ここだとここのこの紹介だとその4っていうのがこう元の記事、まあ、こう一番、まあ、こうまあ元のニュース記事ですね、まあ、一番難しくて、まあ、こう0っていうのがこう一番平易化された記事っていうふうにここだと言います。で、まあ、このアルゴリズムになるんですけども、そのニュースラーコーパス、まあ、そのさっきもあったように、まあ、0から4までの5段階のこう、ニュース記事があるんですけども、まあ、そこでのその単語の出現頻度のその比っていうのを使って、その単語の、複雑さっていうのをラベリングしていきます。まあ、結構、まあ、シンプルな方法であるんですけども、その単語の複雑さ、まあ、レベルっていうのを、まあ、LW、まあ、最後にリターンにしたのがあるんですけども、まあ、こちらをまあどうやって計算するかっていうのがこのアルゴリズムになっていて、そうですね、その単語の複雑さっていうのをその、3から0までこう順番にこう0.7 とか 0.4 っていうのがその比率の話ですね。その、まあ、こっちがその、まあ、例えば、ですね、その複雑レベル2の時と、まあ、そのプラス1なんで3の時でこうどれぐらい単語の比率に差があるかみたいなことをこう if でやっていて、まあ、こっちはこう固定でこうレベル4との単語の比率のと頻度のこう比率を見ているっていうような方法ですね。まあ、この方法でまあ単語の複雑さっていうのをラビングしていきます。でその得られたその単語の複雑さっていうのを使って、そのまあロス、損失関数っていうのにそれを組み込んでいくんですけども、まあその方法がまあこちらのアルゴリズムになって、まあ組み込む前のまあ普通にこうロス関数を計算したときに出てくるその確率ベクトルっていうのがこう C やって、でそれに対してこうそうですね、その単語の複
雑さをこうさっきの SV さっき計算したのがこう単語複雑さこうだと SV ってやってるんですけど、まあ、それをこうマイナスつけてプラス1してっていう、まあ、1から5になるように変化して、まあ、それをこう単語ベクトルのそのあれですね重みとしてそのあれですね最初にこう計算したやつにかけてやるっていうようなことを行います。でまあこれすることによってそのより損失を重視するようになるっていうような、まあ、計算式にロス関数になります。で、次がそのリランキングですね。リランキングを、まあ、行うっていうのが、まあ、こちらの説明です。まあ、まずその、まあ、平価において、まあ、必要とか、まあ、評価にもよく使われるんですけどもっていう要素がこの3つで、まずその出力の流暢さと、まあ、あとその意味保持性ですね、まあ、その入力と出力でこう意味が大きく変わってしまってないかっていうのをこう測る。あとまあ平易さ、まあ、当然平価なんで平易であることがまあ 求められるので、まあ、この3つっていうのがまあ着目されるんですけども、まあ、これにこれ、その3つにを高めるようにこうリランキングイングリッシュギガワードをこう KLM で学習させて、まあそのパープキシティを持ってきて、まあ、それを流暢さとするっていうのが流暢さ、ここでの流暢さ計算で、まあ、意味保持性はそのニュー、入出力 の, そのパラグラフベクター、まあ、こちらも事前学習しておくんですけども、まあ、そのベクトルのまあコサイン類似度をまあ見てそれを意味保持性とする、まあ、高ければ高いほどまあもちろん意味を保持しているっていうふうに扱います。で最後こう平易さっていうのはこう後で説明するんですけども、その文の複雑さをこう予測するようなモデルっていうのをこう学習してやって、まあ、その出力っていうのをこう平易さとして扱うっていうのことを行います。で、まあ、その文の複雑さ予測っていうのがまあ説明がこう次で、その、まあ、こちら単純にそのニュースラコーパスの文書分類でこう CNN モデルって用いられてるんですけども、よく、まあ、そのモデルを使ってそのニューセラコーパスでその文がそのレベル何本いくらの時にこう出てくるものなのかっていうのを予測させることでこう、まあ、平易さっていうのを予測させて、まあ、それを使ってまあそのリランキングを行ってやるっていうことですね。で、まあ、その3つの値をまあじゃあどうやってまあこう統合するかっていうのがまあこう単純なんですけど、まあ、それぞれに重みをつけてやって重みをかけてやってまあ足すだけっていうことですね。まあ、さっき言った流暢さ、意味保持性、平易さっていうのをこう FAS でこう表してやって、まあ、それに対してそれぞれベータの重みをつけてやるっていう感じですね。っていうようなことをを行うんですけど、まあ、そのリランキングの対象っていうか候補っていうのをまあ対応にしてやることによってこうより高いものを持ってくるんですけども、まあじゃあどうやってそのより多様なものを持ってくるかってなった時に、まあ、通常のビームサーチっていうのがまあ、まあ、用いることはできるんですけども、まあ、ここだとそのビームサーチのこうスコアを修正した手法っていうのをこう使用しています。で、まあ、なんでかっていうと、まあ、通常こうビームサーチを行うとまあ、ビームサイズを大きくしていけばいくほど、まあ、対応っていうか、より良いこう、探索を行えるっていうのが、まあ、あるんですけども、その、実際には、その、ビームサーチを、ビームサイズを大きくしていっても、その、こう、完全にこう、各タイムステップでこう、バラバラにこう、あらゆるこう、ものが考慮できるわけじゃなくて、実際はこう後ろに行っていけばいくほどこうだんだんそっちの方が後ろの方がこう検索空間がこう支配的になる、そのでこう本当にこうまばらにこう全てをこうビームサーチでこう出してくれるわけじゃなくて、ちょっとまあ問題があるっていう風なまあ先行研究があったので あるので、まあこの今回の論文だとそのまあこちらの式で補正してあります。
まあ、結構長いですけど、このログの部分はまあ従来のところと同じで、結局まあ足されてるのはここだけなんですけど、そのビームサーチするときに、そのまあこうなんていうんですかね、まあ、従来だとこう別に何番目とかっていう、をこう、まあ、それぞれ、まあ、100×100 でこう、まあ、一番高いのを持ってくるみたいなことをするんですけども、まあ、この手法だとその、まあ、その出力、その候補っていうのが何位の、あのビームサーチでその何位の出力だったのかっていうのをこう、J としてこう、ビームサーチのこうスコアの項として追加してあります。で、まあ、このデータがこう重みですね。で、まあ、具体的にこう分かりやすく図になっているのがこれで、こう左がまあ従来のビームサーチで、まあ、右が今回使用するビームサーチの手法なんですけども、その左だとその、まあ、普通ですね、その、ある単語だった時にマイナス 1.5 で次がこう、まあ、あの今回使用するこのビームサーチだとその最後の項にそれがなんか1番目に出てきた2番目に出てきたみたいな、そういう項が後ろに足されるってことですね。まあそれすることでこう選ばれるものがこう変わってくるっていうようなことになります。まあこれでこうより多様な出力を出そうっていうふうな試みっていうのが行われてます。で、次がその、まあ、そのより多様な出力を出そうとした時にこう意味が似たようなものがこうバーって出てきてしまうっていうのをこう抑制するためのまあ手法でこうを学校にあって、出力をこうパラグラフィクターでこうクラスタリングしちゃって、その各クラスターのその重心に近い候補っていうのをこう選んでくるっていうようなことを行ってやります。まあ、こうするとこう出力がこうの候補がこうバラバラにこう分かれるんで、そこからこう一個一個取ってくるとこうより多様な出力になるっていうようなことですね。で、こうすることでこう意味が類似したような文っていうのがこうはこう一個だけこうポンって出てくる、こう周りのやつとかはこう排除して一個だけこう出てきて、まあ、そういう意味でこういろんなこうバラバラのこう候補っていうのを出すことができるっていうようなことを行っています。で、次がその、まあ、今回の提案手法を、まあ、実際に強化してみるところになるんですけども、まあ、今回使用するデータセットっていうのが、まあ、ニュースラコーバスですね。そのさっき単語の難易度とか計算、単語の複雑さっていうのをこう学習させるときに使ったのと同じ、まあ、ニュースラコーバスでモデル学習させます。で、まあ、平価の、まあ、普通のイングリッシュウィキペディアと、まあ、それを平易に書き換えた、まあ、シンプルイングリッシュウィキペディアのこうペアっていうのをこう平易化の学習に使うことがまあ多いんですけども、まあ、その過去の研究でそのシンプルウィキペディアの方の 50% がこう平易でないか、まあ、アライメントがうまくできてないみたいなこう問題が指摘されているので、まあ、今回は使用しないことにしています。で、あとニュースラコーパス、まあ、レベル0からレベル4まであるんで、こうまあ、ペアとしては、まあ例えばレベル4とレベル2とかレベル4とレベル0みたいなペアが出せるんですけども、まあ、その中からその1レベルだけ離れたそのレベル4とレベル0、まあ、あまり書き換えがないんで、その近いレベルだと、まあ、そういうのは除外して学習させます。で、まあ、学習のとか学習データ開発データ設定では、まあ、こちらこういうような分割で行います。で、まあ、学習時の詳細は、まあ、詳しくは、まあ、論文の方を見てほしいんですけども、まあ、ざっくりまとめるとこんな感じで、こう、まあ、MXNet を使った即買っていうものの、まあ、シーケンスモデルを使って、あと、まあ、さっき損失関数の中にアルファがあったんですけど、そのまま妙にして、まあ、ビームサイズ100っていう、まあ、実際こう100なんで、こう 100×100 の中から候補出すみたいな感じになりますね。で、こうさっき順位、ビームサーチした時の、まあ、順位を項につけてあるってだったんですけど、まあ、その重みというか、まあ、ペナルティ
デルタっていうのを 1.0 にして、あとまあクラスサイズですね、そのよりバラバラの出力出そうとした時のクラスタリングを行う時のクラスサイズ20にして、でもあと重みですね、クラスあの リランキングした時にその意味保持性とか、流暢性、平易さみたいなものをリランキングするんですけど、まあ、その時にそのそれを合成するためのそのバイアスっていうか重みっていうのをまあこう全部3分の1にした場合と、こう平易さを0にして残り2分の1にした場合、まあ、こう2つ試すっていうのことを行います。で、まあベースラインはまあこう従来の平滑を用いられている、まあ、この3つのモデルでやります。まあまあ、よく用いられるモデルですね、まあ、こちらをベースラインとします。で、まあ、今回試すモデルがまあ6つあるんですけども、まあこうまあ、今回やったその複雑な重み付けだけを適用したモデルと、あとまあそれあれですね、さっきのリランキングでこう流暢性と意味保持性だけ使った、まあ、両方2分の1にしたモデルと、あとこうクラスタリングして、クラスタリングでこう重心持ってきてやつに対してこう上と同じ流暢性と意味保持性でリランキングしたものと、あとさっきの何でしたっけ、あの、まあ、ビームサーチでこう I 番目のやつみたいな情報を使ってこうリランキングの項に足してあるモデルで、まあ、をやった上でこうさっきと同じ流暢性と、まあ、意味保持性クラスタリングとその順位ペナルティを使った両方やった場合っていうのと、あとまあそういうプラスアルファ平易さっていうのを加えてやった場合っていう6パターンでやります。まあ、評価手法としては、あ、これ自動評価の手法なんですけど、まあ、サリを用います。まあ、ざっくり説明すると、1から4グラムにおいてその正しくこう原文を保持できるかっていうのと、あとまあうまく挿入削除できるかっていう、まあ頻度を計算する手法です。で、まあ、まあ、少し前の陛下だとまあブルーも使われてたんですけども、まあ、こちらはその、まあ、あの分分割において分分割でのおいてその平易さと負の相関が示される、その平易化に用いるべきでないっていう過去の研究があるため今回は用いていません。で、まあ、今回提案しているその今回提案するそのリランキングとクラスタリングでこう改善が見られています。で、そのリランキングで選択するときに、そのオラクルですね、あの本当なんていうんですかね、理想的なリランキング、その選択を行われた場合のスコアっていうのはこちらなんですけども、そのオラクルサリのオラクル使ったときのそのなんていうんですか、リランキングで選択したときがこちらの結果なんですけど、そのどれだですね、こちらのこう基本こっちと違って、まあ、この順位、ビームサーチした時のその順位をそのリランそれ以外の手法でこう評価したのがこちらで、今回、まあ、提案したのがまあここの部分なんですけども。まあ、その今回提案したものが従来の手法とかに比べてこうより短い出力ができていて、あとこう FKGA の評価でこうよりまあ読解に必要なレベルがこう低いことが示されています。で、まあこの TR っていうのがその原文と出力の比較をしているんですけども、まあ、そのがこう大きくなっていて、よりこう多くの原文により多くの変更を加えているっていうのがこう結果から分かります。で、またその、まあ、ロスの部分こうっていうような手法を行うことでこう挿入っていうのがこう多く行われるようになっているっていうのが結果から分かります。またそのこちらの最後のこの一番右のエディットっていうのはそので、まあ、候補文同士のまあこうその編集距離の大きさっていうのがここにあるんですけども、まあ、そのクラスターとか、ダイバースっていうのを使うことでこうよりその候補間の編集距離が大きいっていうふうな結果になってます。これはまあつまりその
より多様な文をこう候補として出している、まあ、リランキングする記事の候補としてこうより多様な文が出せているというような結果を示しています。まあ、次が一人評価で、まあ、さっきサリで評価したんですけど、まあ、サリっていうのはその平易さについてはこう相関があるんですけども、まあ、流暢性とこう意味保持性に関してはこう弱い相関しかないっていう問題があります。でまたそのサリっていうのは単語レベルでのこう評価っていうのはこう強いんですけども、まあ、文構造をこう平価できているかみたいなそういうことに関してはこううまくこう現状の方法だとうまくできないっていうような問題があるので今回は一人評価っていうのも行っています。でまあ Amazon メカニカルタークでこうそのテスト文の中の200文を一人評価しています。で結果はこちらでそのまあ上の章と比べてこうまあ実質的にまあ最高性能であるっていうふうに述べられていました。まあ実質的にっていうのはまあどういうことかっていうとその特にまあ意味保持性について見たときに高いかって考えたときに、まあ、さっきの、まあ、その文の長さとかを見たときにあるんですけど、その今回の提案書っていうのはまあ短い文を出力しているんで、その、まあ、その短い文にまあ なるがゆえにこう意味のが若干落ちるっていうので意味保持性が下がっているっていうふうに考え筆者らは述べています。で、まあ、実際にそれが本当なのかっていうのも確認していて、その、まあそうですね、文の長さっていうのがその人で評価 そのにどういう影響を与えるのかっていうのを確認しています。で、まあ、オリジナルがまあ普通の出力で、その下3つっていうのが それぞれ長さ、あその候補を選ぶときにこうあれです、ね、従来手法のドレスにこう近い長さの分をこう持ってくるでしたときにこうどういう影響があるかっていうのを見ています。まあ、オリジナルがこう一番短くて、まあ、次に短いのがこう一番下マイナスにしたもので、まあ、次に長いのがこうドレスと同じ長さで、まあ、一番長いのがこのドレスプラス2ってやつですね。まあ、この順で文が長くなっていくっていう感じですね。で結果見たときにその、まあ、さっき言った意味保持性の面でいうとその、まあ、一番短い今回の提案書法っていうのはこう意味保持性っていうのが低くて、こう長い文を選択していくとこうだんだん増えていくっていうような傾向にあります。のでこう、まあ、今回文が短くなったがゆえにその意味保持性っていうのがこう小さくなっていったっていうことになります。で、まあそれとはまた別にそのフルエンシーに関してもこの調査を行っていて、こうあれですね、このそもそも、まあ、今回、まあ、文が長い文あの学習した後にこう長い文をこう意図的に選んで持ってこようとしているんで、そのまあビームサーチでこう高順位の文を持ってきていないので、まあ、それが影響してそのまあ流暢性が下がっている。逆に言えばこうビームサーチによってこうより高い、流暢性っていうのがこう、得ている、その高順位のものは得ているので、まあ、こうそれ以外を選ぶと下がるみたいなそういう結果であることを示していました。でまあ、次がこう実際に出力をこう分析したもの、訂正分析したものが、まあ、こう6つ、6種類あります。で、まあ、まあ上が入力になる複雑な文で、その間違いの傾向としてあるのがその入力としてまあ複数の句を含む長く複雑な文、 これみたいになんかこうなんかいくつかで分割できそうでなんかすごい長い文が入ってきた時にまあおかしくなるっていうような傾向があることが示されています。これなんかすごく長くてこうまあ、この辺でカンマあってなんかこの辺で切れそうだったり、まあ、この間もこうもう一箇所ぐらい切れそうなんですけど、まあ、そういう文っていうのがこうすごく苦手としていて、まあ、リファレンスはこうそのリファレンスとしてはまあこれ人間作ってるんですけども、まあ、その中からこう重要な文っていうのを取ってきて出してるんですけど、まあ、あのモデルではこうなんか文としてもあなんか学習に使ったニュースラコーパス そのアレアミントミスっていうのが、まあ、訓練をまあ混乱させているっていうような結果ですね。まあこちら、まあ、コンプレックスが入力でリファレンスがこう正解ってことになっているんですけども、こう
まあ、見てみるとこうなんか全然違うことを言ってて、まあ、こう根源コンパスのアライメントがまあうまくいってない部分があるっていうような例ですね。まあ、それでまあ出力もおかしくなっているっていうような例です。なんでこう、まあ、アライメントっていうのも改善させる必要があるっていうふうに述べています。でまあ、こう次がこう小解析が必要なものに関してこ うまくいかないっていう例ですね。まあ、こちらの文だとこう 2行目っていうかこうカンマの後ろにフィッチってあるんですけども、まあ、このフィッチが何を表しているか、そのまあ非いわゆる非の部分を表しているのか、こうなんか会社みたいなところを表しているのかっていうのがこうその、まあ、小解析文に当たるんですけども、まあ、リファレンスだとこうあれですね、あ、違いますね、あとシンプルの方を見るとなんかこのフィッチっていうのがなんか非部分っていうか、まあそのフィッチ以前のこう文全体をこう指してフィッチって呼んでるようなやつ、あの出力なんですけども、実際はこう直前のこの会社名を指してまあフィッチっていうふうに言ってるんで、まあその部分に関して小解析っていうのがこう必要になってきている、変化によって必要になってきているっていうような結果になっています。でまああとはその、まあ、入力文のそのを閉化するときにその文の間違った部分を閉化してしまうっていうのも、いうのもエラーに含まれています。まあそのこう、まあ、ここだとこの溶岩が、あ、違いますね、こうまあこの先頭のなんか家を所有していたみたいなところはこうリファレンスとしてあるんですけども、まあ、正解じゃなくて、あの出力を見るとなんかこう川が海岸に流れているみたいな、ちょっと別のところをこう閉化してしまっているっていうようなこう問題っていうのがあったりします。でもあとまあそれとかなんか言い換え、その入力の単語埋め込みになんかそう近いような単語っていうのを間違えて出しているっていうのがこちらで、そのなんかステイツマンっていうのがこうリファレンスとエクスパートに言い換えているんですけども、なんかこうシンプルの方見、あの出力の方見とドクターになっていて、こうなんか単語埋め込みとしては近いみたいなんですけど、こうなんか出力としては間違いみたいなっていうのがこう起きています。あとまあこれはこれエラー分析って言ってるんですけど、こうエラーとして判断されたんですけど、実際こうこれはエラー、あの誤りとしてまあ分類すべきでない例ですね。こうまあコンプレックスとまあシンプルに見れば分かるんですけど、まあこう、まあまあ、これはまあうまくいっている例なんですけど、まあ、リファレンスとは違うっていうことで、こうこれはエラーだっていうふうに判断されるような例ですねっていうのがあります。で、まあ、まあこのこれらの分析をまあ通していることっていうのが、そのまあ最初のなんかすごい長い例だったりとか、あとまあその次にあったなんかコンプレックスとリファレンスが違うことを言ってるみたいな例から、こうアライメントっていうのをこううまくやってやる必要があるっていうふうに述べられていました。まあ、あと小解析が必要な閉化に関しては、まあそういう情報っていうのをこう追加に入れてやらないとできないっていうのがあって、いうのがあります。まあ、あと、まあ、周辺、例えば周辺の文脈とかで言うと、まあ、文分割の実施っていうのも、まあ、おそらく学習できるだろうっていうふうに述べています。で、あとまあその文の、まあ、どこを閉化するか、どこを残すべきかみたいなことをこう今回のであれば、その構文情報っていうのをまあ使って、まあ、こうそういう情報を入れてやるっていうようなことが必要だっていうふうに述べられてました。まあ、最後にコンクルージョンです。まあ、この論文だと、論文ではその単語の複雑さを使ってあの損失関数にこう重み付けをしちゃって、あとそのまあ順位、ビームサーチ時の順位をまあこうスコア、リランキングのスコアに足したり、あとまあそのクラスタリングを使ってまあ多様な出力を出そうとしたり、まあ、あとその流暢性意味保持性でこうリランキングするっていうような手法を提案しています。で、まあ、実際にサリとか、あとまあ基礎評価でまあよりあの従来症より優れていることを示しています。でその意味保持性と、あの基礎評価の意味保持性と、まあ、出力の長さの影響っていうのをこう分析していました。で、まあ、モデル、そのまあ、いろんな出力こうエラー分析をして、まあ、現在ある欠点というのを定性的に分析しました。あとまあその今後閉化におけて、まあ、おいてまあ必要なこととして、あのあれですね、そのどういう閉化が求め、あのその人に求めているかみたいな、そういうそのリクエストに応じた閉化っていうのが今後こう閉化の目標になるだろうっていうふうに述べられていました。以上で終わります。